さあやろう兄さん。新連邦にもう用はない。我らの世界に栄光あれ。勝利者は新連邦だ。宇宙革命軍でもない。我々兄弟だ。強そうなのが来た。見ねえともいいのぜ。セライサ新先輩、あのガンダムの支配下に置かれています。まさか15年前の悪夢を再現するつもりか。どういうことだ。彼らは再びコロニーを起こし地球を壊滅させる気だ。これがお前たちの求めていた戦争か。そうだ。世界を変えるためにはこれが一番の方法だ。僕らは正さねばならない。力なきオールドタイプども、そして力を持つニュータイプもだ。そう、真に評価されるべきは僕たちだけなんだ。あの人たちの心に憎悪を感じます。世界を滅ぼしても有り余るほどの憎しみを。なぜだ、なぜお前たちはそれほどまでに世界を変えようとする。我々こそ世界の中心にあるべき存在だと分からせるためだ。僕たち生まれながらの力があった。だがその力はフラッシュシステムに対応しなくて、僕たちはカテゴリー F と呼ばれニュータイプと認められなかった。そして世界から黙殺されたんだが、それが世界を変えようとする理由か。貴様らは人を超えた力を持ちながら評価を受けに苦しむ。僕らが味わった屈辱、そして絶望はこの世界の滅亡にしてこそ癒される。そして全てが破壊されてから新たな秩序が築かれるの。それが僕らの求める正しき未来だ。しいことを抱えて生きてるんだ。そんな勝手な理由で世界を滅ぼされてたまるか。世界が我らを黙殺するから我らは世界を滅ぼすのだ。お前たちもドームに触れれば。そんな必要はない。